ですか。はい、皆さんこんばんは、石岡よしはるです。いつもはですね、プラネットチャンネルで月に一度ほど石岡よしはるの最強伝説の放送をしております。まあ実はあさってあるので、そちらもぜひ聞いてほしいんですけれども、今日はですね、現代アニメ超講義の発売記念スペシャルとして、マスト宇野恒弘さんと一緒に放送をお届けいたしますので、よろしくお願いしますね。今日よろしくお願いします。はい、そうですね。いやー、楽しみなんですけども本当にね、いい本を作っていただき本当にありがとうございます。僕もですね、本当なんかこう涙が出るというか、あの石岡さんのあのアニメの本がついにこのように誕生してるっていう、この奇跡、なんか本当生まれてくれてありがとうっていう感じで、あ、本ね、あのまだすり上がってはいないんですけど、 でももうそんな気持ちでいっぱいです。はい、もうなんか今までですね、もうなんかこう元生徒者の山本さんとかですね、元ちくま消防の小舟井くんとかですね、もうあまたの編集者が石岡さんのアニメ評論を書かせようとして、そして散っていったわけですね。まあ、彼は夜空の星になってますよ。でもなんかそんな彼らの意思を受け継いで、あとなんかこうバトンをね、彼らが受け継いだこうバトンをついにこう読者に届けることができるなっていうことで、僕はもう感動します。石岡さん本当お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、なんか今まであのいわゆる不利をしてきた方々もごめんなさい。はい、で、あの本日はですね、はいはい、で本日はですね、アシスタントの方にも入っておりまして、あのすでに予告してますけれども、まああのアニメのなんか動画ね、あのとかを見ながら、あのこの本の内容について解説するって感じでいこうと思ってるんですけどね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、本日アシスタントを務めます山口と申します。よろしくお願いいたします。まずですね、タイトルにもありますが、ついに待望の石岡さんの新作現代アニメ超講義が予約開始となりました。ちょっと簡単に概要をご説明させていただければと思います。ポストジブリから深夜アニメまで全てを見尽くし批評する最強伝説、ここに爆誕、誰もが全貌の把握を諦めつつある現代アニメに今何が起きているのか、あらゆるジャンルの垣根を越え600を超える作品作家のを狩猟した日本最強の自宅警備力を誇る超オタク級の視覚文化学者が高難自在に分析する21世紀アニメのユニバース、ここに開講ということなんですけども、うん、ついに今宇野さんとも話があったと思うんですけど、はい、まあ、発売、一般発売まで約、はい、もう1ヶ月を切って、はい、ついにここまで来たかという感じだったと思うんですけども、そうですね、あのまさにあの宇野さんにあの説明していただいた感じで、ちょっとまあ私あれなんですよね、あのみんなにあの書けっていうね、あの執筆が、喋りは喋りと執筆のですね、あとインプットアウトプット比が極めて悪いというか、だから多分コスパはすごく悪いんだしが、つまりものすごい時間を見たものがこの本に詰まっているわけなんですが、でもその反面、あのお読みになる皆さんにとっては逆に超コスパがいいっていうかね、私が一人でコスパの悪さをかぶった結果ですね、あの結構いろいろこう情報量が詰まった本になっていると思っています。なんかそういう意味では、あのこれもともとはなんか連載はですね、あのちょ割と遡るんですけれども、あのまあところどころアップデートしきれてない部分もあるんですが、基本的にはですね、ほぼ全部書きましたので、基本的には2019年のですね、1月から3月のアニメについてまで、あのアニメとアニメ、あのアニメについても言及しちゃってるっていうですね、まあそういう感じで、あのかなりあの最新まで追ったつもりでありますので、ぜひとも、なんていうかな、予約してお待ちいただけると幸いです。ありがとうございます。宇野さんはちなみにもうこれ、全部もちろん読まれてると思うんですけど。いや、そうね。あのね、もうあの本当当たり前の話なんだけれども、もう僕とかには絶対書けない本だなっていうのはもう正直な感想です。でもあの例えばもう僕、ね、石岡さんって僕よりもね結構こう6つ5つか6つ上ですよね。そう、72ですね。僕78なんで6つ上なんですよ、うん、そうですね、はい、でももう石岡さんって多分僕よりも精神年齢というかセンスがもう10歳以上若いんだと思うんですよ、ね、まあうん、いや本当にだから僕が例えばあの一昨年出したね、うん、結構あの母性のディストピアっていう本って、はいはい、結構宮崎駿か、まあ、富野由悠季と押井守の本なんですよ、そうですね、そうですね、でだからこう僕今40で、で僕がやはりこうなんかすごくリアルタイムでね、あの時代を結構共にしながら、あアニメの表現のいろんな可能性が切り開かれていったなって実感できたのってやっぱその時代の作品なんですよ。ところがね、石岡さんこの本っていうのはそっからなんせ21世紀のアニメなんで20年後の話をしてるんですよ。で、あの僕も正直新アニメとか全然見ていないし、
もうほぼ見てないですね。話題になったものは後でちょっとまとめて短いものだったら見てもいいかなぐらいの感じで、もう全然今の結構あのアニメシーンってものについてきてないんですよね。まあ、あたか対策映画ぐらいですよ。新海誠の新作、細野守の新作、片渕さんの新作、もちろんそういった新作もこの本ではフォローしてるんだけど、やっぱそれってアニメのね結構本当に表に出てるごくごく一部で、そのなんかこうあの 水上に出ている結構なんかこうね、うん、氷山の一角で、その下でも水面下にはものすごい量のアニメが作られて、そしていろんなクリエイターが切磋琢磨してるんですよね。そこには結構深夜オタクの深夜アニメ、オタク向けの深夜アニメもあれば、何かこうあのまあ、キッズアニメもあると。でそういったものを生んでるやっぱ表現の豊かさっていうものを僕は本当この本から、この本で僕は教わった感じですよ。 ありがとうございます。もう完全に、うん、っていうね。でもうでそういった本のなんかあの現代アニメの豊かさって結構僕らが結構身につけてきてるようなね、何かこうアニメをなんかやはりこう20世紀的な劇映画のバリエーションとして読んでいくっていうね、奇形地として読んでいくっていうことからもうかなり逸脱してるものがあるんですよね、うん、そうですね。でそういった豊かさっていうのをやっぱ石岡さんがもう本当に細かいところからね、もう本当600の作品のいろんなところからもう組み出して全部詰め込んだという感じの本なんですよ、はいはい、だからもう本当ね、なんかこうあの、まあ、本当僕には絶対書けないし、もう本当にあなんかこう6歳年上の石岡さんからすごく新しい世界を教えられたっていうのはそういう本です、僕にとっては、はい、あのニコ生の方のコメントで、あのクソアニメすごいいっぱいあるのに大変お疲れ様ですみたいな感じのコメントがありますが、あのこの本もちろんですね、あの後書きとかに書いてるんですけども、母性のディストピア のチャレンジだって、うん、かなりあの大きい達成ってものはもう割ともう結構書いちゃってるし、しかも、まあ、私から見てもその通りだなと思って、でそうするとですね、ある種の観点からすると現代アニメって割と残りかすに見えるっていう視点も一方であると思うんですよね、うん、でも私はいやもうなんか逆にあれなんですよね、なんかいわゆるクソアニメっぽいと逆にワクワクしてくるみたいなね、そういう裏返った視聴態度で全のっかりというね、うん、そういうなんかある意味だからあれですね、効率のまさに悪いようなことをやってるんですが、そこからアニメという環境みたいなのをちょっともぎ取ってきてですね、うん、作るってことをちょっとあの試みたつもりなんですよ。本当そうですよね。だから石岡さんがねここであの見つけてこなかったら、見つけてそしてその素晴らしい豊かな部分をね広げてこなかったら、もしかしたら批評的な指導されて、ね、しまった作品ってすごくいっぱいあったと思うし、逆にこのなんか網羅性があるからこそなんかこうなんか浮かび上がってくるんですよね。なんかこうなんかこう機能法的にというか、あの結果的に、うんうん、あこういう視点からアニメを読めば今のね、まあ、一般的には蘇生乱造されていて、うん、なんかあの一時期と違ってどんどん閉鎖的になっているような現代のアニメシーンというのもものすごく豊かに見えるっていう、うん、なんかこう現代のアニメシーンが豊かに見える眼鏡をもらったような感じがするんですよ。ありがとうございます。でこれでもですね、 あれなんですよね、実は相当絞り込んでいまして、まあ、特にですねロボットアニメの後で言いますけれども、ロボットアニメのチャプターはですね、そうは言ってもメジャーな作品ばっかり語ってるじゃないかとかね、簡単に言うとね、コードギアスめっちゃ語ってるんですが、結果ね、実は本当の、言い方も悪いんですけども、箸にも棒にもかからそうなものについても、コメントしまくってたんですが、まあ、それは一回、なんか、この本からは落としてるのもちょっとあるんですよね。だからちょっと、言うほどマイナーじゃないじゃないかっていうね、もっとその怖い警察の方向けには、それは見てはいるので、機会があればまた語れますのでね、M3 とかね、里潤黒歴史ロボットアニメ、M3 とかね、めっちゃ熱く語ってたんですけど、存在知らねえよ。そうですよ。で、それはね、残念ながらこの本からね、落としてるんですね。アルジェボルンとかね、そうですね。そういうのも本当は語って、活字あったんだけど、もう泣く泣く、もう涙を飲んでね、削ったんですよ。泣きながら削ってるんですよ。そういう感じですよ。なのでそこはまあ含めて、いやてかこの本バカ売れしたら2出しますよ。あそういうの俺がまあでも分かんない、今うかつに2出すって言ったけどそのことによって編集部は壊滅するじゃないかというただ、はい、石岡さんあれですよね、これ、はい、予約限定でその本から今おっしゃったちょっと漏れた作品もアニメの値打ちとして100点×100作ということなんですけど、実はですね、うん、大変申し訳ないんですが今は鋭意進行中って感じなんだしね、でちょっと今決めました、 M3 も書きます、 M3 のレビューも入れますので、今日この瞬間つまり今予約するとですね、コンセプトはですねワンツイート、1作品ワンツイートで書くっていうね、そういう縛りを入れて、だから私自身があれなんですよ、ツイッタークライアントに
クライアントに文字入れながら、おっと、あと2文字だって言って、それをこうコピペってこう、原稿を打つって感じでやってるのをですね、今100なんですけど、ちょっとまだね、ちょっと全然半分ぐらい、半分よりも少ないとこしかやってないんですが、まあちょっとあれなんですよ、私のまあツイッターとか追ってれば、追ってる方は、昨日と一昨日ね、なんか学会でね、なんか、すごいテーマ、アニメ的人間っていう記号学会の学会があって、でそこで私はまさにアニメ的人間とは俺だみたいな感じでですねそういう感じで発表、いやちょっと言い過ぎなんです、ごめんなさい、アニメ的人間の方はごめんなさいなんですが、そういう感じで発表してきたばっかりなので、まあ、まだでもテンションはちょっと今日はぐったりしてたんですが、もうちょっと割と今皆さんの前でね喋ることによってね上がってきたんで、じゃあその、うん、もしなんかこの場でなんかこのクソアニメ語ってほしいって言ってくれれば、ちょっと後でコメントをちょっとスタッフの方に拾っていただいて、可能な限りね、まあ100なんで、いっぱい言われても困っちゃうんですが、入れられたら、ぜひ、今ならまだギリ間に合うリクエストっていう感じなので、そしてだから、なのでぜひね、このベースですね、プラネッツの公式のオンラインストアのみで、その 100本のアニメについての、特スペシャルコメントがですね、つきますので、よろしくお願いします。そうなんですよ。まあね、アニメの値打ちというタイトル。そう、アニメの値打ち。これ、いいタイトルつけていただいて。いいタイトルは完全に福田和也の作家の値打ちのね、そうですね、パロディなんですけど、パロディでありながら福田和也よりいいですよ。いやいやいや、そんな感じ。あ、で、あれですよ、そのね、確か、ちょっと運営のさん人からは、その、いくつかもうレビューもちろん書いてるんですけれども、うん、ツイッターでね、広報で、ちょっとずつ、いくつかチラ見せしていくつもりですので、そう。そのチラ見せしたものを見てこういう感じなんだってことをこう見ていただける、点数だけ隠してあるんでね、点数予測しながら見てほしいですね。で点数ね言っちゃ悪いですけどね、まあ、マイナスもつけちゃってるんで、うん、ちょっとねイラッとくる方いるかもしれませんが、うん、そもそも選んでる時点で私は言及に値する作品だと思ってる、まあ、酷評だとしても要するにそもそも言及に値するか否かで仕切りを作ってますので、なんかボロクソに言ってたとしても、いやボロクソに言われてないどうでもいいものよりはもう見る価値あるっていうね、そういう視点で考えています。あともう一つ、いや実はね私ね本当にねこっちがねこの全体とね同じぐらい力入れてるんですがその理由は一つありまして、やっぱりですねあれなんですよ、これ原稿を直しながら、もともとがですねニコ生で放送した講義をプラネッツのブログなんだブローマガっていうかね、メルマガで連載してたものなんですよね。でその時は割とぶっちゃけトーク、まあ今でも読めるんですけれども、結構ぶっちゃけトークラフなトークね、いや例えば、まあ、ロボットアニメではセックスが描かれるわけですが、あそれは残ってるんですけども、そういうなんかざっくばらんトークを、まあ、割と整えてるところがあるんですよね、こっちはね本なのでね、形として残るので、で割となんかちょっとまあなんか尖りをやすりかけちゃったところがあるんですよ、こちらの本文の方ではね、うん、でちょっとそのやすりはもうかけないんで、こっちのその付録の方では、うん、まあといってもちょっと配慮はあるんだけれども、うん、じゃあもう正直にサラ三昧寒いって書いてる、サラ三昧はちょっとねまだ書けないんです、終わってないから書かないんですけど、ね、いや僕もまだとね途中全然追いついてないんですけど、うん、まあそういう誰もが思ってながらもなんか口にしちゃいけないようなこともさらっと書いてあるってことですね、うん、そういう感じでぜひともね、うん、予約の方でお願いできますかということで、もうこれで皆さんは、はい、あれですね、予約するってことを決めていただいたと思うので、そのまま先に行くといいかな、はい、もう本当にねここの先行予約販売分しかもう多分作らないの で、そうですね、もう本当もそれだけの結構超豪華付録なので、皆さんぜひともね、はい、このベースで予約して買ってください。予約でよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ですね、石岡さんの M3 の行くかわからないんですけど、3冊ちょうど売れまして、いや本当にいや本当にこれ本当に助かって、いやつまりさ、もうちょっとだけ出版社の社長的なトークをね、はい、差し込ませてほしいんだけど、はい、まあ、こういうね結構なんかこうマニアック でかつやっぱ知的に密度の高い本っていうのはもう本当に今2000部3000部とかね、数千部が結構相場なんですよ。でこれを何かこう本屋にばら普通に本屋にばらまくと、もうなんか本屋にばらまくのってやっぱり6割売れて4割はもう単に積んでおくだけ、宣伝のために置いとくだけのものとして、もう廃棄すること込みでするっていうのが出版業界のやり方なのね。でも僕そういうのは全然良くないと思っていて、ちゃんと本当に欲しい人にしっかり届けて、で読者一人一人をしっかりケアするっていう感じの出版を僕やりたいんですよ。
ね、なのでぜひともこの先行予約でこういうのを買って、あ、なんかプラネッツの本、これ本当これ手間かけて作ってるんで、普通の出版社の多分2倍ぐらい手間かけて作ってるので、こういうなんか丁寧に作られたしっかりした本っていうのを結構読みたいという読者と僕直接つながっていきたいと思ってるんですね。なのでその分 の直販で買うに値する分のいい付録とかしっかりしたケアを行いますんで、ぜひともね、こう先行予約してこの本を読んで、多分今予約すると普通の人よりちょっと早く読めるよ、ね、そうですね。どれぐらい早く読めるかな、大体、まあ、発送タイミングによるんだけど、ね、ますけど、まあ、2週間約2週間ぐらいですか、ね、2週間ぐらい早く読めたらいいので、ぜひともベースの先行予約お願いします。いや今回いろんなもう編集の方々にね、ちょっと構成で最終段階で見つかったやばい、ちゃんとこのミスを直さなければとかね、うん、そういうなんかいろいろ作業で大変お世話になったので、そんで割とねあれですよね、もうできてからもうできたてほやほやって感じなので、ぜひとも、しかもそれが書店よりも早く読めるんで、うん、よろしくお願いします。でこの本がやっぱり結果を残せれば、結構今ほとんどねこういったこう文化費用っていうのを死にかけてるんだけど、出版ビジネス的にはそういったものをどん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 また出していけるので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、早速本日の放送の内容をちょっとだけご紹介させていただきたいと思います。はい、タイトルにもありましたが、石岡さんとアニメを見ようということで、公式プロモーション映像や予告映像、オープニング映像などを見ながら、石岡さん及び宇野さんの解説を副音声的に楽しんでいただこうという夢の企画になっております。でただですね、著作権の関係で映像や音声を流すことはできませんので、映像のリンク、 YouTube リンクですねを運営コメントで流しますので、 そちらをですね同時にこう再生していただいて、そうそうそう、リンク集が、YouTube の方にはもうバーって全部リストあるんですかね、そんな感じでやりたいと思います。でこちらに今日そちらの今フリップに出てるやつありますよね、そちらのものを、うん、の動画を見ながら私がコメントするっていうね感じでね。で実はねごく一部はね完全あれですよ、アドリブですよ、大まかには考えてあるんですが全ては考えてないところがあるので、ちょっとね実況感強いんでね頑張ります。はい、そんな感じで、今出ていますが、600を超える、作品の中から、うん、厳選した10作品ということで、特に、僕個人的なあれですけど注目どころはやっぱり最後の新海誠さんの天気の子かなと、ね、本書にも入ってない、はい、もう最速中の最速、はい、そうですね、そもそも予告編しかないっていうと思うんですけど、はいはい、その時点で言えることもちょっと考えようかと思ってますけどね、うん、ちょっとそれも楽しみにしつつ、じゃあちょっと早速見ていこうかな。そうですね、はい、じゃあ皆さんもそのリンクでこのなんかあれですね、デジモンアドベンチャーの予告編をちょっとリンクを見ていただきたいと思います。ちょっと30秒ぐらいの短いものなんでね、ぜひ出来上がしていただければ、はい、あ、なるほどなるほど。ではですね、序章細田守から考える1本目、デジモンアドベンチャー僕らのウォーゲームというところで、今運営コメントでもリンク出てますので皆さん見れますかね。はい、では、こちらのボタンを押して、それでは始めていきたいと思います。それではどうぞ。はい、見ましたね。してます。たった32秒という動画ではあるんですけれども。めっちゃ短いですね。ね、この予告編はですね、ちょっとやっぱイヤホンは終わったら外させてください。うん、この本自体がですね、デジモンアドベンチャーから僕らのウォーゲームから始めるっていうコンセプトで、うん、そもそもやったんですね。で、このアニメは、ちなみに予告編の面白いところとしては、本編と全然違うじゃないかっていうね、うん、本編と映像のルックがそもそも全然違うので、だ今回の予告編は割と面白くて、本編見たことある人はあれ予告編ちょっと違うぞっていうのをね、うん、見てほしいんですよね。で、その理由はありまして、あさって実はねシドミードについて語るときに語るつもりだったんですが、私の考えでは20世紀のアニメを締めくくったものがね、うん、ターン A ガンダムで、うん、
そして今世紀を、まあ、正確には2000年だから1年早いんですが、デジモンの僕らのウォーゲームが今世紀のアニメを切り開いたっていうね、うん、そういうなんかパースペクティブなんですよ。単位ガンダムのことはね、20世紀の終わりとはこの本には書いてないんですが、まあ、そういう私は展望を持っています、うん、はい。で、そうですね、まあ、なんか宇野さんはこのアニメってなんかどんな感じの感想だったりしますか？うん、あのね、うん、僕細田守って、うん、もうこのウォーゲームから、うん、まあもちろんあの橋本克洋とウテナの橋本克洋メイルとも素晴らしいし、格好演出としては素晴らしいですよ、ドレミとかでも全部ね。で、ただまあ、細田守るという作家として認知されてからっていうのは、もう僕、時かけぐらいまでなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。なんか、じゃあ、あれだ、サマーウォーズ以降、全くいいと思わない。まあ、すっごい一言で言うと、よそ行きの服を、なんか、ある時は上、よそ行きの服をそれなりに適当に着こなしてる人って印象ですよね。なるほどね。で、うん、でよそ行きの服を着るようになってから何が変わったかって、要はなんかこう描きたいものないんですよね、うんうんうん、はっきり言うとね。で時々あると、でだから狼子供っていうと、狼子供が、まあ、双子の弟の方のね、うん、にある種のこう燃えくもう自分で生み出してから自分で燃え狂ってるとか、あの化け物の子でいうとやっぱりその少年期のね、主人公にだけちょっとだけ燃え狂ってると、うん、で他は全部こうよそ行きになってしまって、うん、でなんかこう自分のパブリックイメージとか市場が求めてそうなところを、まあ、それなりに手間とね、うんうん、手間をかけて器用さを持ってして応えてると、うんうん、で、まあ、大人の仕事なんだろうけど基本的にはつまらないと思ってると、なるほどね、いうのがまあ僕にとって恐る守るなんですよ。で、うん、まあ、この頃って明らかに、うん、まあデジモンっていうシリーズがあると、うんうん、ですごい商業的な、ね、シリーズですよね、うんうん、でキッズアニメのシリーズだけど、 でもそこにはやはりなんかこうなんかこうおもちゃの宣伝になってれば、うん、あとはもう結構好きにドラマが作れるっていう、うん、あ、びっくりした、おっとシリが反応しちゃいました、まあだからなんか、うん、まあ、そういうシリーズなわけですよ、うん、で逆になんかこうキッズアニメであるからこそ、うん、作者が好きにできる部分っていうのは確実にあってね、でなんかそういった部分に細田守の結構まあ、ある種のフェティッシュとですね、うんうん、であとなんかまあある種の映画的な教養に基づいた何かこう、まあ、彼の結構作劇作家としての結構面白い部分っていうのが結構詰め込まれていて、うん、でしかも30分に詰め込まれているっていう意味で、うん、僕はウォーゲームすごい良作だと思うんですよね、はい、そうですね。で私もまあおおむね宇野さんと近い考えなんですが、ただ私は割と化け物の子までは頑張ってついてた人間なんですよ、うん、でね正直ね、私ね、だから、ちょっとこの本の進行中はですね、まあ、未来の未来よりもちょい前ぐらいで、まあ、だから、化け物の子はちょっとなんか少し残念だけど頑張れって感じでね、それでまとめて、なんか細田守でこの本全体が締められるかと思ったらですね、まあ、私は正直、未来の未来で学士来た人間なので、で、そのことも正直に書いております。で、結果的にね、私はあれなんですよ、時かけの、前の年のワンピースの、あ、お祭り、ワンピースのお祭り男爵の、圧倒的怨念が素晴らしくて、うん、ただ、それはね、ぜひ機会があったら、ワンピースのお祭り男爵も見ていただきたいんですが、うん、でね、まあ、簡単に言うと、やっぱ僕らのウォーゲームが切り開いた知恵ってすごい、結構絶大なものがあるんだけど、私は思ってるんだけれども、それをね、サマーウォーズで、結局デチューン版を作らざるを得なかったっていうのは、これ細田守さんが悪いというよりは、なんかアニメのマーケット自体の限界もちょっとあって、つまりどんなにすごいものを凝縮して詰め込んでも、デジモンっていうだけでもう見ない人がものすごく多いものをファミリーってことにしただけでみんな見るようになったみたいなね、そういうこうなんか映画ってものの、なんていうのかな、日本映画としてアニメが通用するために擬態しなければいけないフォームっていうのが、なんかいくつかのパッケージングがしかないっていうね。いや、そうなんですよね。だから、だからね、デジモンってね、なんで子供たちがデジモンの存在信じられるかって、あれやっぱり性欲が芽生えてないからですよ。社会化されてない。やっぱ子供のね、サツキとメイがね、うん、あれが性欲芽生えたらもう外見えなくなるわけですよ。キキがね、うん、なんかこう男意識したらジジの声聞こえなくなると同じような感じでね、うんうん。でもそれを結構大事にしたいっていうのは割となんかキッズアニメでね、じゃあ児童文学で結構反復されてるテーマだし、細田守にとってすごく大事なもののはずなんですよ。なるほど。半ズボン少年にしか信じられないものがあるっていうね、うんうんうん、でそれが世界を救うんだと、
ね、その奇跡が30分に詰まってるのがデジモンアドベンチャーだったんですよ ね、 そ、 ですね。でそれがなんかサマーウォーズになると、うん、なんか中途半端になんか、なんかねあのその辺のなんかあの日本のジレンマに出てる社会学者の本並め読みしたようなグローバル化批判とかですよねとかなんかすごいあのもう大家族第三とかそういったものが入ってきて、うん、で、うん、あのもう明らかに性欲の塊みたいな少年が年上の女の子でちょっと好かれるみたいなねビルティングスロマンになってるわけですよ。そうですね。でだからなんかメジャー化するために一番大事な部分捨てちゃってんですよね、うん、サマーウォーズって。しかもなんかヒロインが典型的なトロフィーで、うん、最後になんか千と千尋のさ千尋みたいな顔になってさポってやりながらさキスとかするんじゃない、うん、要するにトロフィーですよね。お礼にこうキスするみたいなね、うん、あそこのなんかヒロインのなんか制裁をなさったらないとかね、うん、なりますよね。うん、そうなんですね。だからよそ行き切るのはいいんだけど、その時に自分の一番大事なものとか、うん、本当になんかこう核の部分っていうのをこんなに簡単に明け渡しちゃうのかっていうのが僕はがっかりしたんですよね。ごめんなさい、僕らのウォーゲームがすごいのはまあ、見ると分かるんですけども、お母さんはひたすらケーキ焼いていて一切世界の危機に気づかないまま、うん、つまりなんていうか集合住宅って狭い空間なのに、ね、なんか2つの全く違う時間が流れていて、うん、もうただの日常の風景と世界の危機っていうのが同時進行してる、その緊張感、うん、緊張感ないところにすごい緊張感があるっていうね。そう、あの天才的な構造がサマーウォーズとみんなでいけーとか言ってね、実況して本当にクソですよ。だからね、なんかもうなんか子供の頃しか見えないことがあるっていうことを、うん、だから児童文学とかでね、大人が結構力んで言うと積極的になるわけですよ。大体、ね、最近のバースデーワンダーランドとか、それバースデーワンダーランドすごい興味で大失敗してるわけですよ、うん、虚無感がね、本当にみっともない映画だと思うんだけど、うん、でやっぱあの宮崎駿とすらトトロ作るときに若干積極さって感じるじゃないですか、うん、でもね、なんかもう本当にデジモンアドベンチャーの僕らのウォーゲームって、うん、細田守がハンズボーズ少年に感情移入して、うん、いやなんかそういった嫌味がないんですよね。そうですね、はい、あとはまあ最初冒頭に書いてますけどけれども、ミサイルのね、まあ、ほぼ核ミサイルのなんか危機みたいな題材そのものが翌年の9.11 によって、うん、そもそも題材的に不可能になってしまうっていう、ね、そうね、そっか、タイミングも2000年だもんな。そうだから世界史的にもタイミング良くて、だから2000年だからできた表現で、うん、これが2001年だったらできてないんですよ、うん、そういうなんかつまりね、歴史的な運みたいなものにもすごい恵まれていて、まあ、いわゆる Y2K ですよね、2000年問題っていうコンピューターのなんかね、数値の問題とかが、その問題解決したじゃんと思ったら、いやいや、デジモンが大ピンチっていうね、うん、そういう感じで、あともう一つは20世紀の世紀末、うん、いわゆるノストラダムスの大予言とか、うん、もうなんか90年代後半にはもうみんなすっかり冷めていて、うん、そんな危機がないと思ったら、そのコンピューターの Y2K が来ると思った、うん、それもやり過ごした、うん、と思ったら、実はデジモン世界にすごい危機で、うん、世界の危機を密かに少年たちが救っていた。うん、でその翌年になんか本当リアルのテロでそのツインタワーがって感じだから、本当ね、わずかな隙間にうまいこと入ったっていうね、うん、私はそういうなんか現実の出来事とのリンクにおいても奇跡的なタイミングだったと思って、なんかね、ニコ生にしては結構いいコメントだったね。信じてたのかな、当時の細田監督って。それすごいいい視点だと思う、うん、信じたかどうかは分からないっていうか、正直俺は信じてなかったと思う。ただね、やっぱね、信じないとキッズアニメの視線にならないんですよ、ね、うん、そうですね、うん、やっぱあの少年、半ズボン少年たちのね、うん、やっぱ自分たちの結構世界、自分たちの世界が本当に大きいものとつながってるんだってね、うんうんうん、人類全体の夢とつながってるんだって子供純粋に信じられるじゃないですか、うんうん、余計なこと考えずにね。だからそういう前提、そこで信じたふりをしないとキッズアニメって成立しないわけですよ、うん、でそれを結構当時のホスタマモルやれてたんですよね。そうですね。あとね、ホスタマモルって今となっては女性、少女とか女性の演出が下手くそな人っていうふうにもう固まっちゃったんだけど、まあ、実は狼子供の自己感ですよね、うん、でもね、宮崎あおいパートのねでも時かけの時までは実は少女が演出できると思われていたと思うんですね、うん、だから時かけが衝撃を持たれていたのは誠がね、うん、まあアホの子気味とはいえちゃんと表現できていた。でそれはやはり女児向けのキッズアニメの演出で培われた、まあ、秘密のアッコちゃんとか、うん、ドレミとかね、明日のナージャとか、そういう やっぱりそれもキッズアニメで その少女を、まあ、格話界とはいえ演出したその時のなんか気持ちが残ってたがゆえに、うん、まだなんていうかな、時かけでは、でその時かけが成功しちゃったことで、細田守ってなんかそのなんかティーンズのね、特に少女の、うん、女性の心情にも描けいけるんじゃないかっていうふうにみんなが思ったっていう、ね、それに託された夢って私はあったと思うんだけど、 その本当のふるさとっていうか、そのなんかねっていうのが、まあ、男女それぞれ向けのキッズアニメだったっていうのが、まあ、現時点での私の
考えですね、うん、まあ、だから、まあ、例えば何でしたっけ、時かけはまさにね、大林信彦版の時をかける少女が、うん、でそしてこう、なんだっけ、オオカミ子供では相馬井真二と台風クラブが ね、まあ、参照されていて、まあ、80年代の、うん、まあ、アイドル映画っていうのを準教科に持ってると、あれも非常に少年カルチャーで、うん、まあ、あそこに出てくる少女っていうのは大体アイドル感じてるけれど、うん、ファンタジーなんですよね、うん、まあ、ある種のなんかこうミソジニス的なね、想像力の結構そう、うん、結晶なんだけど、だからあそこで培われた何か、まあ、でもあれが80年代の青春映画の結構フォーマットというか、うんうん、文法というものを巧みにアニメに取り込みながら、なんかそこのね、非常にやっぱ大林や相馬が描ききれてない象徴性というものをやっぱ女子アニメの経験から持ってきて、うんね、合流させた傑作が解きかけだったと思うんですよ ね、うん、そうですね。ただそこからじゃあ、うん、家族の物語に発展した時に、うんうん、細田守が持ってる武器では僕対応できなかったんだと思う。そうですね、それはありますね。まあ、あとは作家性ってものに、だから私はこの本で一貫して考えたいのが、だから細田守、この本ではですね、作家性はもちろん結果的には作品性とか作家性重視してるんですが、なんかまあ、要するに宮崎駿とか高畑勲をモデルにするような作家モデル。だから私は原敬一さんも、まあそのモデルにちょっとなんかやられ引っかかった人だと思うんですが、だから彼もキッズアニメやってる時は本当に素晴らしかったと思うし、そういう意味では作家性ってもののありかを日本のアニメってものがですね、ちゃんとどこにどうやると機能するかってものの、まあ、模索とまあ、失敗みたいなのがあって、そういうのもちょっとね、細田守というケースから考えられると思ってるんですよね。それがまあ裏テーマだったりします。うん、ありがとうございます。今ですね、皆さんちょっと忘れてるかもしれないですけど、これ本の中でだいたい600分の1の今やばいねっていうかね、本当にね、このノートで600作品語ってるんで、はい、やばいですよこの本俺もね、なんかね、ゲラ読んでるだけなんでこんなに消耗するんだろうと思いながら